Alright, hello everybody, Sipin and Kyoto です。今回もね、マダンブレイルワーバンドやっていきましょう。前回はですね、市場の方を守るのに精一杯だったんですけど、今回こそですね、城の一つや二つ取っていきたいと思います。で、早速今、みんなに集まれと号令をかけたので行きましょう。と思ったらちょっと借金してんな。お金がゼロか。そうだな、ベイキアのやつだとも今戦争状態になっちゃったんですよね。どうしましょうか。いつも村が攻撃されてですね、収入がガクンと下がっちゃったんですよ。いまいましいやつらね。で、今ですね、ちょっとコンパニオンの方に、こう、なんだろう、和平結んでくるように言ったんですけど、まあ、期待しないで待っています。お、労力と濃度が戦争してるな。お互いに潰し合え。と言ってですね、前に調べたですね、ディスターキャッスルがですね、いなかったんだけど、回って兵突っ込んでやがるよ。ここ取ろうと思ったんだけど、ちょっとさすがに無理ですね。で、サラニットのやつらもですね、どんどん進軍してきてますね。それは素晴らしいことです。イスミラーラ城とか取りに行きたいんだけどな。結構めんどくさいんだよな、強くて敵が。まあ、でもどっかから始めないといけないからな。お前ら俺の村にちょっかい出すんじゃねえよ。まあ、金がないしどうしようもないんで、ちょっと俺たちも村荒らしに行きましょうか。アーティメタお帰り。寝落城とかを取り戻したいと、ベーギアのやつらは。はあ、あいつらが戦争ふっかけてきてんだけどな。で、そろそろ他のやつらも戻るはず。スワリアのやつらとかもな、和平いい加減結びたいんだけど、俺の村をいじめんな。やめてくれ。ちょっとこっちの方に行ってですね、ギジムの方に行って争そうと思います。オーニザお帰り。ノルドが帰ってきた。お、どうやらノルドの方は和平を結ぶチャンスがあるようだ。お、40日間トゥルース、お互い攻めない約束をすると。まあ一時的な平和だね。結ぶように言ってきてくれたのか。結ぼう結ぼう。ふう、これでしばらく楽になるな、こっちの方が。これで敵一人少なくなったな。ただね、金がねえかな、荒らさないといけないんだよな。義士も荒らした後に来てくれれば嬉しかったんだけど、ま、構わない。適当にあっちの方からちょっと荒らしてくるか。ま、兵力はこっちたくさんいるんで、おそらく勝てとは思います。その前にちょっとこいつの方もね、平らげておきましょう。まあ、ちょっとまた後でお会いしましょう。カットあります。よし、終わり終わり。まあ、すぐに終わるわな。ナイス。で、ちょっとお金の方も必要なんで、こいつちょっと捕まえておきましょう。で、ホリオの方も捕まえてと。武器とかはゴミだな。持っていく価値はなし。急いでちょっとサーゴスの方も行ってくるか。で、タバンの方に行って、ランサムブローカーいてくれたのは嬉しかったんだけど、いないわ。前のこういう時に限っていねえんだよな。うん、来てくれっかな。来てくれなさそうだな、こいつら。頼むよ、来てくれよ。カモン。答えはノイのようだ。で、いきなり来たね。1200ドルじゃないや、デナーで返してくれって言ってきたな。センキュー。おっと、ここで戦ってんな。助太刀に参ろう。グンダーか。グンダーもな、嫌われてっかんな。ちょっとここで取り戻さないといけないね。で、これもまたいつも通りの戦闘だな。またここでもカットしますか。よし、勝てました。まあ、パパッとね、
片付けましたが、グンダ39から37ってどんだけ聞かれてんだよ。でお前も9だが、金が必要だからちょっと捕まえるわ。で結構また人質が取れたな。捕虜か。ちょっと彼らの方も連れてくとして、とにかく金がねえとどうしようもねえな。借金があるとね、モラルが下がっちゃうんだよな。確か泉原城はちょっと無理か。ちょっと周りの方も見ていくとして、ちょっと待った、そこのキャラバン待て、そこのキャラバン待て。通行料をもらおうじゃないか。951でな、ありがとうございます。でここの城は171もいんのか。適当なとこ落としたいんだけどな。ていうか他のやつはどうしたんだよ。早くこっち来い。来てくんねー。お、来てくれたな一人。クラーグスか。ちょっと兵力少ねえけど文句は言えねえか。ちょっとこいつは誰だ。ラグナーか。ラグナーは弱ねえんだ。うー、どん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 借金が増えてくな。ちょっと待って、パーティーサイズじゃなくてパーティーモラール、うん、借金してるからマイナス2だね。これは良くないが、まあね、もうまだ83もあるからそこまで問題はないか。ちょっとリベレット上に行ってみるか。128か。でカウントゲアラルドで126だから200人ぐらいいるのか。ちょっとこれは無理だな。無理しちゃダメなんだよ。無理しちゃここで。でこもう食べるものもなくなってきてしまったな。ここは164か。フットマン、スカーミッシャー、クロスボーマン11人、マナータイム13人、インファントリー10人、シャープシューター62人。これが問題なんですよ。シャープシューターがめっちゃいるんで、近づこうと思ったらめっちゃ当たれるんですよね。まあ、テクニックの一つとして近くに行って、まあ、ずっとそこで立ってですね、近くに行かないか。近くに行かないで立ってればですね、敵も矢を打ち尽くしてくれるんじゃねえかなとは思うんですけど、どうだろう。ここもシャープシューター71人か。うん、でも取れっか。ちょっと試しに行ってみるか。その前にちょっと食料の方も買ってこねえと。ターバンじゃなくてマーケットプレイスでグッズストア119デナーでちょっと小麦買ってこっか。あ、そうだ、その前にターバンの方に行ってランサムブローカーいるか探してみるか。いた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 、ランサムブローカー。ちょっとパパッと売っていこっか。貫通よりは売れねえんだよな。ふう、助かった。これでしばらくちょっとお金の方も浮いたね。でこのお金でちょっとまたパンも買い出しとこう。ドライドミートも買ってこっか。よし、じゃあリンダーキャッスル行くか。おそらく勝てとは思うんだけどな。はしごだね。ちょ、4時間で終わるみたいなんでちょっと待ちましょう。はい、終わった。その前にちょっと降伏進めてみますか。降伏する気はないよな。じゃあ行きましょうか。おーおーおお、いきなり飛んできたね。ちょ、ここ待て、ここで待て。まずは弓矢のやつらに仕事させよう。お前とにかく撃つんだよ。撃ってくれねえな。
ああいう高台のとこにもいるからめんどくせえんだよなあいつら。まあでも一応こっちもダメージ与えてるか。ここでちょっと矢の方も敵にあらかた打たせてから進んだ方が安心だわな。うん、座り屋のやつらもな、リクルートしたいんだけどね、ナイト。でも戦争状態だからそれも願わないことであって、ちょっとここで待とっか。とにかく打たせてから行こっかな。ミリシャが死ぬのはまあ許容範囲内だか。ちょっと待つか。大体敵も打ち尽くした感じがするんで、そろそろ行きましょうか。ちょっとお前ら俺についてこい。そろそろ攻めに行くぞ。うわ結構やられちゃったな。まあそれも仕方ないことかもしんない。よし突撃だ。ここでちょっと一気にゴリ押していこう。で俺もはしごを登ってシャープシューターの方とかも倒していこう。お邪魔しますよと。ここ通してもらうぜ、通してもらうぜ。よし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 。おお、めっちゃついてきたな。よし、ここで倒していきたいな。よいしょと。これロッケ。盾もそろそろ壊れそうだな。まあそれはいいさ。こいつらはとにかく片付けていかないと、登ってくるやつらが死んでしてしまう。よいしょと。ほい、ついに盾が壊れた。そこら辺に盾転がってたと思うんだけど、ないか。じゃあちょっと後ろの方からちょっかい出していくか。まあ、その前にあいつを倒してと。よいしょと。一人ずつだったらな、まだ勝てんだよな。よいしょ、また一丁上がり。ちょっと体力がやばくなってきたな、だんだん。まあ大丈夫だろう。ほい、後ろからちょっと倒してってと。壁の中に入らせなきゃ、使命感。やばいやばいやばい、死んじゃうな。こいつだけでも片付けておこう。よし、ヒーターシールド、ヒーターシールド。オッケー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 。なんでしまっちゃうんだ。よっしゃ、ふう、これで壁の中に入ってこれたからこっちの勝ちだな。援軍送ってくれれば嬉しいんだけど。来た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 、援軍来た。あーやられた、くっそ。6から撃たれた。64人やられた、味方44人やられたって、たったの55人か。うん、めっちゃ削れてくな。お、また一人来てくれたね。来ないのかよ、ちくしょう、あいつ。よし、体力半回だ、半分回復したけど、まあよしとしよう。騎馬兵と歩兵はちょっと前に出してと。でまたさっきと同じだね。とにかく撃たせて弾切らせてから登ろう。でまたね、あっちの方に登って倒していきたいと思います。そうしないとね、後ろで登ろうとしてもやられちゃうからね。さっき左行ったけど右行った方がいいかもしれないな。どうだろう。
でも今のところうちのシャープシューターが結構倒してくれてっからちょっと楽になるか。お前はとにかく頑張って撃ってってくれ。倒すんだ倒すんだ頑張って。また一人やったね。やっぱりロロクシャープシューター強いな。次からこいつはちょっと60人ぐらい集めてくるか。ロロクから40人ぐらいあのシャープシューターにして20人ぐらいサージェントにしたいな。まあ、経験値とお金が足りなきゃできねえけど、ロロクオーバーオールって強いね。騎馬兵とかはスワリアとかから組んでくればいいか。頑張れお前ら、この城を取っていかなきゃ領地が増えねえぞ。誰に渡すかなんだよな。誰に渡そうか。クライスあたりに渡そうとは思ってたんだけど忘れちゃったな。しかし弓がめっちゃ飛んでくんな。味方の盾も壊れてってんな。まあどうせ兵は使い捨てって考えとかなきゃどうしようもないからな。まあそこまで気にしないでおくとして、ベイギアとの戦争もどうしよっか。アイサムとも和平結びたいんだけど今始まったばっかだから絶対応じるわけないんだよな。まあノドとも和平結べたのがいっか。そろそろ切れてきたみたいだねと思ったけどまだか。まだ飛んできてんな。なんやかんやこっちの方もダメージ与えてんだよな。シャープシューターももっと集めとかないとな。こっちもまあいいや、そろそろ進もうか。そう、サラニットホースマンが結構いるんだよな。マムルックにねアップグレードしたかったんだけど金がないかんな。時間があるときにですねバンディットの方を買って金策しときます。その右から撃たれないようにしてねと。よし、お前ら突撃だ。いって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 、あ、これ死んじゃう。通してください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 。あーもうダメか。15人しかやってねえんだよな。じゃあ俺なしで戦いって言ったらどういう感じなんだろうか。ちょっと試してみるか。俺なしでちょっと戦ってもらうとしたら、こっち61人やられた、たった7人か。マジがわからないよ。オッケー、無理。やっぱりね、弓兵の方を集めてくるか。40人ぐらいババッと集めてこようと思います。で、その間にベイキアのやつだともうちょっと無理やり和平も結んでこようと思いますんで、まあスパムみたいな感じですね。和平結もうよって、コンパニオンの方も絶えず送っていこうと思いますんでね。ちょっと次回また軍の方も集めてくると思います。悔しいな。悔しいな、畜生。なんで勝てねえんだよ。ていうか、他のやつらが来てくんねえかんな。俺が集まれって言っても全然集まってくんねえから、何のために、こいつ雇ってんのか、わけわかんねえな。まあいいや。まあ、またちょっとね、軍の方も鍛え直してですね、ベイギアのやつらとこも、ちょっと、和平結ぼうと思いますんでね。じゃ、それまでちょっとお別れ言おうと思います。ご視聴いただきありがとうございました。楽しんでいただけたら幸いです。じゃ、バイバイ。